いつもおなじみのね108号線でございますね。千秋ラインですね。朝ね、山越えする予定があったからね、ジャケット着てきたんですけど、もう32度とかになってて、ちょっともう限界かと、脱いじゃいましたね。それでですね、ここはどこかと言いますと、秋田県になります。ですね、今日はですね、本当は宮城県内の、栗駒山っていうね、まあ割と、宮城県の中ではメジャーな山ですね、あるんですけど、そこに行こうと思ってたんですけど、まあ日帰りで考えてもちょっとね時間的に余裕がありすぎるなということで、一度日本海まで行って秋田市まで行って戻ってこようと、めちゃくちゃ秋田県一軒分遠回りして栗駒山に行ってみようぜっていう、ね、一人ツーリングの思いつきじゃないとできないようなことなんですけどね、こういうのも。まあ一人ツーリングの良さはそういうところにありますよね。自分の思いつきでね、どうにでもなっちゃうぞという、というわけで、まずはね、日本海を目指していきたいと思います。着々と海に向かって近づいております。見えてきたんじゃないですか。意外と海っぷしから離れちゃってますね。もうこれババヘラアイスじゃん、これ多分。まあ食べないけど。いやー、実はですね、今見た日本海からそのままね秋田に抜けて、そこから大山の方に向けて行こうかなと思ってたんですけど、時間がちょっとね押しすぎてしまってね、まあね、あ、なんだこれ、軽く怖いぞ時間がね押しすぎてしまってですね、ちょっと栗駒山の方でですね、できれば夕日的なもんでもね撮影できればなと思ってたんで、ちょっと秋田まで行くとまあプラス1時間半から2時間になってしまうんで、ちょっと厳しいかなと、急遽ねショートカットして、今内陸の方に向かっております。角野立てって行ったことないからね、一回行ってみたいんだけどね、なかなかその機会がないんですよね。ではまず横手方面に行ってみましょう。おお、なんかすげえハンバーあるな。いつの間にこんなんできたんだろう。何するつもりなんだ。おお、めっちゃでけえハンバーあるよこれ。ダム作ってたんですね。正解はダムでした。ほら、これセメントのプラントですよね。どんだけセメント使うんだろうな。
やばい、ガスってるなこれ。夕日どころじゃないなこれ。やばい、これ何にも見えねえな。うわー、せっかく来たのにさ、マジか、ガスって何にも見えねえよこれ。うわー、まあいいか、とりあえず行ってみるか。全く何も見えません。一応ね、頂上付近まで来たんですけど、霧にやられましたね。それからね、さっきダム作ってるっていう話出てたかどうか、多分上げてると思うんだけど、その出入り口でもうめちゃくちゃやられましたね、この。ふざけんなよ、家出るときは真っ黒だったのに、これマジかよ、ひどすぎるよ。帰りますか。もう笑うしかないよね。景色は見れねえ、バイクは泥だらけっていう。まだまだ栗駒山